日本には有明海の苦しい現状を見ていただきたいということで、お話をさせていただいたのも、まあ、今回、まあ、こういうあのコロナの中でも、しかも年末の慌ただしい中を来ていただきました。改めて感謝申し上げたいと思います。そしてあの現状を我々漁業者とともに話をさせていただいて、我々の苦しい状況が分かっていただいたことを期待したいと思いますので、まあ、改めて海保安庁を含む原因究明、環境変化の原因究明をしていただきたいという話もさせていただきました。そして、まあ、裁判の変わらずという話でありましたけれども、有明海の再生に向けて引き続きしっかり対応していくという話もありましたので、これからさらに大臣におかれましては有明海の現状を踏まえた対応をいただけると期待したいと思います。もし大臣が変わるたびにこのように来店されてまた現状を伝えるということで、ちょっと定例化しているところもあると思うんですが、その点こう変わる期待感であったり、そういった部分もですね、まあ、大臣変わるたびに来ていただくということも私は価値があると思っていて、やはり現場を見ると全く意識が変わりますから、一つ一つ我々は丁寧に、来ていただいた大臣に対して有明海の窮状をご説明するという仕事をしっかりしていきたいと思います。各社さんお願いします。佐賀テレビですが、今日の話は関係ないんですが、佐賀の時の竹原社長が責任を表明されたことについて一言伺いますでしょうか。もうね、佐賀の時は10年間 J1 で昇格以降ずっと続けることができたっていうのは竹原社長のおかげだと思っているので、もう最大限の敬意を表したいと思います。まあ、今回、まあ、こういうことになったので、サポーターとともにね、県全体としてこうしっかり支えるような仕掛けっていうのを作って、まあ、竹原さんの方にしっかりとこう引き継がれるような形で、サガン鳥栖を盛り上げていただければいけないと思います。はい、すみません。開門の確定から10年という年月が経ちましたけれども、この10年間の国の対応というものを知事はどういうふうに総括されますか。やはり政権がね違ったとはいえ、やはり漁業者から見れば国っていうものなんですよね。ですから国が自分でもう開門しますと言ったことを、そしてそれが裁判で確定した、そこに希望の光を見たわけであって、それが履行できないっていうことに対するこう不信感の塊っていうのはもう本当に大きなものだったろうなと思うんですよね。ですからまずそこの気持ちに向き合うことがこの問題の解決に向けた大きな一歩になると思うので、これまでの10年間を決して無駄にしてはいけないんだろうと思います。はい、ありがとうございました。